いらっしゃい。ああ、なあ、ま、はい。この店はいつも空いてるんだな。耳の痛いこと言うな。うちだけじゃないです。ここのスナック街はもう火が消えちゃってて、昔と違って若い人はみんなよその町のキャバクラとかに行っちゃうの。やっぱり今日の感情は払わせてもらう。ごちそうするって言ったんだから。うちにだって常連さんはいるし、女一人ちゃんと食べていけてるんだから。この店は、まあそうね。ああ、ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出えや、キリュウ。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。おう、南雲、探しとったで。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。え？邪魔するで。なんなんですか？わしは、マスゾエ組。わしは組長のマスゾエいうもんですが。チーとママに話があるんじゃ。私に？おう、込み入った話ですけ。そちらのお客さんは外してもらえませんかの。帰れ言うとるんじゃ。あんたに指図される覚えはね。ほう、じけ。え？我がこの店で見かじめ取らんのもうなずけるの、南雲。じゃが、広瀬一家からうちへの、ま、わしゃの、踊れら四次団体のボンクラどもまでいちいち上納金採取。踊れらがきっちり見かじめ取らんけ。上納金は、今うちの親父が伏せってますけ。もうちと待ってつかさい。じゃったらやることやれ言うとるんじゃ。みかじめなら払えますよ。ママ。いいの、よその人は構わないで。この町の問題なんだから。えんじゃ、キヨちゃん。これは受け取れんよ。これ受け取ったらわしゃもう客としてこの店に来られんようになる。何しとるんじゃ、南雲。もう踊れ、わしらに恥かかせるんか。おう、マスゾエの親分、わしらにはわしらのやり方がありますけ。この町の仕切りは広瀬一家に任せて使わさい。そこまで惚れとるっちゅうんか。ほうか。そんじゃったら我も腹くくっとるんじゃろうな。えい、邪魔したの。今度は客として飲みに寄らしてもらいますわ。ほんますまんな、キヨちゃん。
ナグモ、早く来いや。我はこれから男見せるんじゃろうが。ごめんね、ハルト君。怖かったね。少し外の空気を吸ってくる。え？すぐに戻る。さっきからなんじゃ？さっきバリオ、あんたまず広瀬、いいのさんか。さっき投げもがヤクザだもに引き、ほんま弱いのにヤクザなんぞなら結構。どの辺で見た？丘の上に向かった。じゃけどケリュウさんはいかんで。そこまで。いくらあんたが強い言うても、これ相手はナグモより格上の極。分かった。それよりロープウェイで登っ、おいじゃが夜この時間じゃったら歩いてことはつま、わしゃとにかく助けを呼んでみるけ。悪いことは言わん。あんたここで待っとけな。せよって。あれ、キリ、お前は。そうです。こんなとこで会うなんて奇遇ですね。ほう。ただ、この辺も昔に比べて物騒になりました。まあカムロ町ほどじゃないですけどね。ところで尾道でもいろいろ事件が目立つようになってしまったので、こちらでもこちらでも桐生さんに SNS の投稿が。それじゃあお願いします。おの you
知っとるか、昔中国で裏切り南雲、なんならお前わざわざ小川な、俺はそいつ喧嘩な極道だろうがなんだろうが、お前らには一言は、わしらに喧嘩を、命の喧嘩を売ってんじゃねえ。マッセイ組相手にソガーな真似してただじゃすまんと。バカだれシャガの我が、やっぱりお前は、おお、ええ加減にせんか、おもろいおっさんじゃけ、お前らも適当一応言う、行くぞ。やりよった。ほいじゃが、相手は舛添組の極道が五人もおったんで。わりゃ、なんちゅう男じゃ。立てるか、南雲。桐生さんよ、あんたはなんでわしなんかを助けたんじゃ。男ってのは惚れた女の前じゃカッコつけたいもんだよな。ん？男なら誰だってそうだ。その女の前では絶対に弱さは見せられねえ。強い自分であり続けたいと願う。だがそのために命まで張れる男はそうはいない。さっきお前は絶対に逆らえないはずのものに対してさえ男の覚悟を曲げずに貫いた。そんな男黙って見殺しにできるわけがねえ。俺があんたを助けた理由はそれだけだ。負けじゃ。完全にわしの負けじゃ。
あんたにじゃったらキヨちゃん取られてもわしは納得するわ。潔よ、身を引けるわい。安心しろ、俺と彼女はそんな仲じゃねえ。じゃけどあんたみたいな男がそばにおったら、どうせキヨちゃんはもうわしに惚れてくれんじゃろ。そういうことですけ、わしゃ決めたわ。決めた？キリュウの兄貴、どうかこれからわしに兄貴と呼ばせてつかんさい。いや、おい、ちょっと待て。待たんです。わしは兄貴についていきますけ、どうかよろしく頼みます。おい、話せ。いえ、話さんですね、キリュウの兄貴。わしらこれから兄弟ですけ、杯しましょう。あ、いや、なんなら杯はええです。ただ、兄貴と呼ばせてもらえりゃそれでええですけ。頼んます、兄貴。兄貴、頼んます。わしゃ、兄貴に惚れたんじゃ。もうキヨちゃんには思いの届かんわしですけ、兄貴、わしの身にもなってつかさいや。勝手にしろ、兄貴。さあ、どうぞ兄貴。な、え、ちょっと頭、そいつ。バカだれ。そいつとは何じゃ。わしの兄貴じゃ。これからは桐生の兄貴と呼べや。は？兄貴、ここがわしら広瀬一家の事務所ですけ、遠慮のをやって使わさい。あの頭、舛添の親分にさらわれたとか飯野さんに聞いたんすけど。何ボケっとしとるんじゃ、雄太。はよ酒でも出せや。え、はい。お、なんじゃ、おやっさん来とるんか。ええ、暇だからって。グッドタイミングじゃ。兄貴、うちの親父紹介しますけ、奥へどうぞ。おい南雲、杯受けろなんて言わねえだろうな。挨拶だけだぞ。分かってますって。ま、どうぞ。おやさん、失礼します。おう。また病院抜けてきたんですか。ええんですかよ。大丈夫だよ、医者もグルなんだから。俺ね、車で事故ったっつって保険金もらって入院してんの。
本当は全然悪くないんだけどさ、寝てるだけで金入ってくんで。兄貴、わしらの親父で広瀬ですわ。昔陽明連合会と近江連合で勝ち合った時は最前線で爆弾投げてたっちゅう人ですけの、親さん。もう昔の話だから。おい、南雲、もっと言えよバカ野郎。いや、まあその前に客人をご紹介させてください。こちら東京からいらしてる桐生さんです。今後しばらくこの事務所にも出入りしますんで、お見知りおきください。さあ兄貴。桐生一馬です。お初にお目にかかります。まあうちもヤクザだけど、ゆるくやってるところだから、東京の極道から見たらあれだろうけど。いえ、俺は仇で。あれ、あ、そう。いや、俺はてっきりなあ。いや、こちらの兄貴は極道顔負けの器量ですけん、おやっさんがそうおっしゃるのも無理ないですわ。お、そうだ南雲、お前上納金どうした？もううち金ないよな。上の筋から何か言ってきてないの？まあそっちはわしの方でうまくやっておりますけ。おやっさんは気になさらんで使わせ。あ、そうならいいんだけどさ。おい、ゆうた、頭おるか？頭！ちょっと見てきますけ、兄貴も。ああ。なんなら客人の前でみっともないじゃろうが。お、どうしたんじゃ高城ら、鼻血で取るで。松永の兄貴が店の客に袋叩きに大とるけ、はよ助けに行かにゃ。あ、何があったんじゃ。飯がまずいとか、女がブスで料金がダクダクダ因縁つけてきよってからに。なんじゃ。じゃけど今日は松永の兄貴、頭に血のぼらして客を殴ってしもうと。なんでそがんなことするんじゃ。あれです、今日俺らそこの桐生さん一人にボコられたじゃない。それが町の噂になってるらしくて、松永の兄貴、組やおやすさんのことまでバカにされて。ほっとけほっとけ、そんなんで客殴っとったら商売にならんじゃろうが。悪いのは松永じゃ。違憲ですって。相手は荒っぽいのが10人はおっ。頭は、ええからほっとけ。こちらはわしの兄貴で。わしらだけで行きますけん。ゆうた、行くぞ。わかった。たく、あいつら礼儀。本当にさっきの若いの。いや、ええんですわ。ほれ、野球の時ゆうたと。確かにお前を入れ、その松永に任せとるモレの客のクレームでよ。ゆうたらうちのモレノって店は、え、スナック街からアーケードに抜ける手前ですがの。それ、兄貴、どちらへ。せがって。
せがって姉ちゃん、あんたほんまに不細工じゃの。やめてって。じゃけど父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう、うちはそんなんじゃ。脱げの。今月客に向かってよう手出したもんじゃの。おお、オードラーみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めじゃる。せ、お前らいい加減にしろ。そん口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。なあも知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。ああ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。Thank you.
いやー、さすが桐生の随分のわしが仇の客殴るは堪忍して使う。おう松永、いや心配したんで。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくるよー。き踊れ。ああもうええ松永、組の事務所にも出入り。お前らもこれから。何言うとる、そがーな話ないでしょ。バカだれ、昨日の敵は今日の兄貴じゃ。それともわおいじゃったらわ、昼間頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに付き合わされたんで、それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらつこの恩知らず。誰が今お前を桐生の兄踊れらどがお。ここはわしの店ですけ。なんがわしが踊れ。それにのさっきの客の中にあいつらに手出すのはご法度じゃあ。連中がその気になったらわ、それでおやすさんにかあのかあ、ちょっと兄紹介がまだ。スナック清美に悪いが。ああ、じゃったらまた明日事務所に。いつまでも待っとりますけ。ああ兄貴お疲れした。情けまったくじゃ。